あの相沢があんたの息子だったとはな。俺の極道人生は最初からつまずきっぱなしだった。最初に杯交わした親父は四字団体の弱小組織、偉くなるためには人が好んでやらねえような仕事ばかりやってきた。この中に仕事でヘマをした責任を取って他人のクソを食ったことがあるやつがいるか、うん、肩で風切って歩いて暴力でのし上がっていけるのは強力な後ろ盾があるやつらだ。だが俺にはそれはなかった。俺は自分がのし上がるため自分の兄貴分を殺し、親父を殺し、血と汗にまみれながら上を目指していった。だがな、脇目も振らずにのし上がった結果手に入れたものは権力という力だけだった。半年前だったよ。軽い肺炎と思って入院した病院で突然肺がんを宣告されたんだ。俺はその時初めて焦った。自分には苦労して手に入れた金も力も残してやれる人間は誰もいないことに。それで黒沢は血のつながったお前に全てを残そうとした。そういうことか。そうです。でも俺が極道でなかったらあの人はどうするつもりだったんでしょうね。ほんと、死ぬ前の人間が考えることは理解できません。だがお前は黒沢の計画に乗った。兄貴分だった森永を裏切って殺したのもお前なのか。途中までは計画通りに行ってたんです。森永さんも今の登場会のあり方に疑問を抱いてた一人です。いろいろと協力してくれました。だが森永さんは福岡で堂島会長がいなくなってからというもの俺に計画から降りるよう迫ってきた。森永さんは俺にこう言いました。お前には桐生一馬を超えることなどできない、今すぐこの計画から手を引けとね。福岡であなたに接触したのは間違いでした。あなたは危険すぎる。あなたのそばにいる人間は皆あなたの魅力に引きつけられていく。相沢、でもそれが生まれ持ったカリスマだって言うなら、そんなんだったらずっとあんたが登場会のトップやってりゃよかったんだ、違いますか？家柄、それに才能、強いやつが勝つはずの極道の世界でそんな生まれ持ったもんだけで勝負が決まるなんてバカバカしい。だから俺はあんたたちカリスマと呼ばれる人間が派手に暴れ回る裏で一人自分を鍛え続けた。強いやつが勝つ、それだけを信じてね。正直あんなクソみたいな親父が残してくれたもんなんてどうでもいいんです。
俺は今初めて自分の力で頂点の人間と戦うことができる。あんたに勝てばこの世界のてっぺんに立つことができるのか。それを試したいんですよ。ハンデなしでお願いします。桐生さん。